はい。皆さん、こんにちは。チョウです。ここ最近ですね、ミームトークンがすごい加熱をしていて、わずか数百ドルからまあ数億円もですね、作ったみたいな方がですね、まあ少しポツポツと出てきていたりとか、前回のバブルのタイミングでは、同、ま、時、あ、コインでですね、まあ数億円の資産を作って、まあ同時キングだったかななんかそういう感じで名前で呼ばれていたりした人がまあ出てきたりもしておりましたけれども、えー、今まさにまあそういった状況になってきていますと。で、 今回、ミームを取引したい人って、どういったところから見つけたらいいのかっていうことをですね、まあ悩んでいたり考えたりしている人が、まあ、多いんじゃないかなと思うんですが、今回のマーケットで注目されている一つのエコシステムがあります。もうすでに。 まあこちらに映っているので、ご分かりかもしれませんけれども、ソラナなんですね。で、今、ソラナが直近150ドルまで伸ばしていきました。去年だ、確か10何ドルか、まあ20ドルぐらいから、まあ一気に7、8倍ドーンと、このわずか1年弱で伸びてきているわけなんですけれども、その大きく伸びてきている理由の一つに、ミームトークンがあるんですね。これどういうことかというと、今流行っているミームトークンって、多くがソラナのエコシステムで、 作られています。で、そうすると、彼らは、例えば、えっ、ー、と、ソラナを、まあ、買うために、ソラナというか、ソラナのミームクトークンを買うために、まあ、資産をですね、そこに、そのプラットフォームに送らなければいけないんですけれども、多くの場合、ソラナの USDC がですね、手元になかったりっていう人が、まあ、結構多かったりするんですよね。えー、例えば、今、 バイナスやバイビット、そういった、いわゆる中央集権的な取引所からソラナの USDC が送れないという状況にありますと。であれば何をするかっていうと、取引所でソラナを買って送金をして、それをミームコインに変えるということがまあ必要になるんですね。で、この状況というのがしばらく続いていくというふうにも言われていますので、まだまだミームトークンが流行っている。そして今後もっともっと流行っていくと思うので、今後ですね、 ミームトークンを探すのであれば、ソラナのエコシステムで探すということが、一、まあ、つ大きく資産をですね増やすためにポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いますと。で、他にもですね、ちょっといくつか皆さんにちょっとご紹介をしたいニュース記事というのがあるんですけれども、ビットコイン gains are pushing traders into meme coins says Bitwise executive というふうにあるんですけれども、まあ、これはですね、同様にビットコインへの影響もある。つまり、ビットコインや e ーサリア m そして、 え、サラナに対してもポジティブな影響があるというふうに言ってるんですね。これどういうことかというと、やはりですね、ミームトークンの盛り上がり、もしくはその上昇幅っていうのはすごいですよね。もっと何千とか、まあ、少なくとも何百とか、一日のタイミングでも数十パーセント大きくドーンと上昇するっていうのも珍しくありませんと。で、これ去年の、すいません、前回のバブルのタイミングでもそうだったんですけれども、 ミームトークンによって非常に大きく資金を儲ける人が出てくると。で、それがテレビやニュースで取り上げられたり、ソーシャルメディアで取り上げられることによって、もっともっと多くの、まあ、いわゆる我々のようなリテールのトレーダーを引き付けるというのが、一、まあ、つミームコインの役割としてあるんじゃないかなというふうに思います。で、実際に前回の動画でも言ったんですが、僕の周りで今ですね、もともとクリプトにいる人もそうですし、まあ、そうじゃない人もそうなんですが、特にクリプトにいる人たちの中で、 次の大きく上昇するミームトークンって何だっていう探しか、あの探してるその活動がですね、すごく活発になってきてるんですね。え毎日そういったまあ人たちだけでグループを組んで、いろんな情報交換をしているまあチャットグループというのがあるんですが、まあ、そこのですね、あの情報交換のまあボリュームっていうのがすごく大きくなってきてますと。で、たまにそこでの情報を、えっ、ー、と、概要欄の方にもあるテレグラムの方で、ま、あ 公開というか、シェアはしようかなと思っているので、興味ある方はですね、ぜひ入っていただきたいんですが、それを皆さんに共有したからといって、これ買った方がいいですよとか、買った方がいい買ってみてもいいんじゃないか、見た方がいいんじゃないかっていうよりも、こんなことが話題に上がってますよぐらいな感じで捉えていただければなと思います。で、実際に前回ご紹介をしたあるトークンがあるんですけれども、 え、それもですね、まあ、今のタイミングだとどれぐらい上がってるかな、し、50%まで上がってないかもしれませんが、本当に数日でそれぐらい上がってましたね。まあ、これは、ま、やっぱり多くの人が、いろんな理由で、え、注目をしていると。まあ、人によっては何かしら背景を知ってるかもしれませんし、まあ、そうじゃない人もいるかもしれません。まあ、あとは、m e ムトークについてものすごく詳しくて、まあ、新しくポーンと出たタイミングでもうすぐに買うと。もう時家総額が小さいタイミングですぐに買って、他の人に共有して、他の人が買うように。まあ、ちょっと、 自分で宣伝したりみたいなところっていうのも要素として、まああるかもしれませんけれども、まあ一応そんなことをですね、あの、まあここ最近フォーカスをしてやってる人たちも出てきているぐらいなので、このミームトークンをやっぱり見ておくというのは一つまあ面白いポイントではあるかなと思いますし、まあ、あとはどの領域をやるのかという上で、結構ですね、このソラ空はすごく面白い領域になってくるんじゃないかなと思いますと。で、もう一個、ここ最近そんなに大きく話題にはなってませんが、 ちょっと前まで非常に注目を集めていたのが、バランチのですね、ミームトークンになりますと。COQ とか、ま、いくつかあると思うんですが、この2つはですね、僕は見る中でも結構活発なミームトークンのコミュニティがあったりもするので、まあ、このあたり見ておいても面白いのかなと思います。じゃどこ見ればいいんだよっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、いろんな、あの、ツイッターで ま、そのあたりをカバーしている人を探してもというふうにやってもいいと思いますし、ま、あとは興味ある人は、ま、そんなに頻繁にたくさん皆さんに共有をしようとは思ってはないんですけど、ま、ちょっと損失出されたりとかにしても困るので、たまに、あの、こちらにもある、え、概要欄の方にもあるテレグラムグループで、え、いくつかですね、紹介はしようかなと思います。特にやっぱり注目度がめちゃくちゃ高くなってきているというのもあるので、ま、そういったものを、あの、買うということまでいかなくても知ってるというのは、ま、やっぱり一つ、 あの見方がいろいろ変わったりとか、何かのヒントにつながったりする可能性もあると思うので、そういった情報共有はしようかなと思っていますし、あ,あとはえーたまに Twitter の方だったりとか、YouTube の方でももしかすると取り上げることもあるかもしれませんが、一応僕の SNS とかですね YouTube の方をフォローしておいていただければ、そういったところの発信は、おそらく一番いいのは Telegram だと思うんですが、発信をしていきたいなと思っています。なかなかですね、 もうツイッターに出てくる時点ではちょっと遅かったりもするので、まあどこの情報を信じるかっていうのをもう少し精査する必要はあるのかなと思ってるんですが、まあ実際に僕の周りでミームトークンを作ってる人とかっていうのも結構いたりもするので、まあ情報の出てくるスピード段階みたいなものは、まあある程度早かったりはするのかなと思います。はい。まあ何度も言うんですが、これは買った方がいいですよとかそういうファイナンシャルアドバイスではもう一切なく、え、興味本位でこういったのもありますよというぐらいで共有させていただくので、 買って儲けました、ありがとうございますみたいなことはないですし、損しました、お前のせいだみたいなのもやめていただきたいなと思ってます。そういうつもりでシェアするつもりはありませんし、あくまでもマーケットで何が起こっているかというものを理解する上で、一つの情報というか、楽しみのエンタメンみたいな感じで見ていただければと思ってます。はい、あとは 新しくですね、このチャンネル見てくださってる方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいですし、ま、あとは、概要欄の方にもあります通り、ま、今ですね、バイビットやビットゲットも含めて、え、座解説をしていただいて以下のイランのリンクから口座解説して入金いただくと、ボーナスもらえるキャンペーンやってるというところもたくさんあります。ま、これはズーム X というところもそうなんですが、ま、各やっぱりですね、取引所で口座解説をしていただくことによって、どっかの取引所に何か問題があった時に、ま、すぐ対処できたりとか、ま、あとは一つのところに資金を集中させておくと、 ま、そこの取引所の問題あったタイミングで、まあ、本当に取り返しのつかないことがある、な、起こる可能性もあるので、まあ、必ず取引所は分散させてほしいですし、まあ、自分は中央集計的な取引所を使わなくても、ダック、え、ま、デックスとか、あの、まあ、ディファイしか使わないよっていう方についても、ウォレットを分散させておくとか、まあ、あの、レッチャー使ったり、ま、いろいろと使ってると思うんですが、そういっても必ず資産は分散させて保管をしておくようにしていただければと思ってます。 はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。